こんにちは、アモクジング代表石川です。今日はですね、2022年度おめでとうハッピーバースデーなんですけど、2-13になったやつ、元で言うと2-11のやつについてやっていきます。はい。まあ、聞き方が違っただけなんですけど、契約は原則として契約成立と同時にその効力が発生すると。あくまで動画の方では条件がある場合、条件というのは起きるかどうかわかんないことですけど、条件がある場合、期限というのは必ず来る、例えば何月何日とかですけど、期限がある場合、説明してますんで、あれ契約って条件や期限クリアしないと5年だべと思っちゃいますかもしれないですけど、それは、なんですか、そういう場合もあるよっていうような説明だって、原則すれば契約というのは、契約と成立に、効力が生じる。それは合わせの通りです。いい。期限というのは、例えば代金の支払いを1ヶ月後というように、将来発生することが確実な事実。まあ、これ慣れなんですけど、慣れてくると、ここのさ、契約の効力の発生証明書またはされるのに、こんなのは、なんですか、お題目であって、読む必要ないっていうのはすぐ分かるようになるんですけど、まあ、それがすぐ分かんないとしても、その後のキーワードに着目してくださいね。将来発生することが確実な事実。はい。ということで、期限は必ず来るものだ。ということで、言えばその通りです。期限が到来しないことによって、当事者が受ける利益。要するに、請求がまだだよってことで、ありがたいのは誰ですかっていうと、それは誰？請求受ける人にとってありがたいんだよね。請求する人から見ると、ね、その日まで言えないんだから、むしろ辛いんだよね。じわ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 落ち着かないですよね。ありがたいのは、債務者を追われてる方なんで、うは明らかに間違い。条件というのは将来発生することが不確実な事実。まあ、動画の方では条件したときに、解除条件というのと停止条件という2つの種類説明しましたけど、この問題はもうちょっと手前のレベルの簡単な問題でして、条件というのは合格したらとか、就職したらみたいに。合格するか就職するかどうかわかんないけど、そうなったらこうだよというのが条件だったんで、この不確実なってことで合ってますんで、もう適切です。ということは答えは、うだけがおかしいってことがすぐわかりますんで、全然の問題ですね。以上です。バイバーイ。